ドライアイス。常温上扱では消化して、直接気体の二酸化炭素になる。二酸化炭素の固体の分子構造も敷きずドライアイスは、水に入れると、大量の白煙を発生する。取り扱いが容易なペレット状のドライアイス。ドライアイスは、固体二酸化炭素の商品名である。生鮮食品の冷温保管、輸送などに用いられる。固形炭酸、固体炭酸とも言う。 商品としては、形状から次に分けられる。ブロック状の大きな塊の方が、溶けにくく長時間にわたって利用することが可能であるが、利用する際にハンマーなどで小さく割って利用する必要がある。スノーペレットなどは、ブロックに比べて短時間ではあるが、より急速に冷やすことが可能である。ドライアイスは、以下のような工程で製造される。製油所の生成過程。 アンモニアの製造過程、ビール工場等の発酵過程などで出る、副産物としての気体の二酸化炭素を用意し、洗浄等で生成する。その気体の二酸化炭素を、加圧圧縮した後に冷却して液化させる。その液体の二酸化炭素を急速に、大気圧力にすると、気化熱が奪われることにより自身の温度が、凝固点を下回る。このことを利用して、 分末状の個体にする。その個体をプレス機で成形して製品にする。この方法で製造をした場合、ドライアイスは細かい粉体状態で圧縮しても固めることができない。したがってブロック状またはペレット状で市販されるドライアイスには固めるための水が数パーセント添加されている。日本で ドライアイスを製造する企業発社は1979年以降、業界団体、ドライアイスメーカー会を組織している。エアウォーター炭酸、日本液炭、昭和電工、ガスプロダクツなどが大手である。近年、日本では製油所や化学工場の閉鎖によって、副産される二酸化炭素の量が減り、ドライアイスの生産量が減少しているため、供給不足となっている。 2013年には不足分1万トン以上が大韓民国から輸入された。ドライアイスの国内需要は年35万トン前後でうち2万6000トン前後を輸入している。夏季の需要が特に多く45日ビジネスとも言われる。電子商取引での生鮮食品の輸送量が増えるとともにドライアイスの消費量も増加傾向にある。 ティロリエの液化に酸化炭素装置。最初にドライアイスを観察したのは、1835年に、フランスのアドリアン・ジャン・ピエール・ティロリエが行った実験で、自ら作成した装置で作った液化に酸化炭素を入れた容器を開けると、急速に気化して個体が残る現象が確認された。1895年には、イギリスの科学者エルワシート・ヘンダー・アッソンが、 炭酸ガス固化法の特許を取得し、冷凍用途での使用を提唱した。1924年にアメリカ合衆国のトーマススレートは販売のために特許を申請し、最初の商業生産者となった。1925年にはアメリカ合衆国のドライアイス社がドライアイスを商標登録した。現在はこの商標が一般名詞化してドライ。 アイスと呼ばれている。一方、イギリスのエアリキード有形者は、カーダイスで、商標登録を行った。タイヤの金型にドライアイス洗浄を行っている様子。下記のいずれか、可能であれば、複数を行うことで、ドライアイスを長持ちさせることができる。製造方法で述べた通り、ドライアイスは圧縮された機体であり、消化して機体になると体積は、約750倍になる。 当然ながら、ガラス瓶やペットボトルなどの容器で密閉保存してしまうと、容器内の圧力が急激に上昇してしまう。さらにその状態で、などとなって、容器に衝撃が加わると、圧力に耐えきれない容器が破裂、爆発し、破片やキャップが飛び散り、非常に危険である。実際に炭酸水を作ろうとして、 ペットボトルや瓶容器に飲料とドライアイスを入れて密閉した状態で容器を振るなどしたところ容器が破裂して瓶の破片やキャップなどが吹き飛び腕や顔面に重傷を負ったという事故が相次いでおり国民生活センターが注意喚起を行う事態に発展した中には破裂して吹き飛んだペットボトルのキャップが 眼球に直撃してしまい、失明という事故も報告されている。ありがとうございます。